ブラックマジシャンを闇遊戯以外で使うやつクズ竜です。さあ、めちゃくちゃブーメランがぶっ刺さったところでね、本日のデッキ紹介やっていきましょう。リミットレギュレーションの適用が、12月、控えてますしね、リミットレギュレーションの、ね、内容をぜひね皆さんまだ動画見てない方は見ていただきたいんですが、リミットレギュレーションの適用によってなんとねブラックマジシャンというね我らの希望が結構規制かかりましてですね、マジシャンオブブラックイリュージョンがリミット2に戻るんですけども、最終国ですね。これ、牢獄に入って1回出てきたけど、もう1回最終国っていう感じなんですけども、ここ、ナビゲートとロッドがリミ3。まあ、つまり、この中から、この2枚のうち、まあ、3枚しか入れられないみたいな感じですね、合計で。で、じゃあどうするかという、まあ、そういう話ですね。規制後のブラックマジシャンはどうなるか。ブラックマジシャン出す方法が要は少なくなるんですよ。まあ、ロットが少なくなって、ナビゲートも少なくなるんで、陣の確率も下がるし、ナビゲートの確率も下がるんで、陣ナビができなくなる。じゃあどうするか。カーテンでしょ。それもカーテンよ。1枚で出せるんだから、ブラックマジシャン。それもカーテン。で、カーテンのいいところは、やっぱり高校で打って即座に陣の効果使えるっていうところもあるし、あと、このアバヨという最強スキルによって、これね、このアバヨっていうね、これがね、こういうスキル、ユギ君とかでも使いたかったんだけども、このスキルによって、フィールド上のモンスターを一体手札に戻せると。だから、先行でナビゲートあるけど、ブラックマジシャンないみたいなパターンの時って、まあ、とりあえず、ジンで、カーテン持ってきて、で、カーテンでブラマジ出しちゃうんですよ、もう。先行で。で、先行で、ブラックマジシャンを手札に回収してからナビゲートセットっていう。その動きが一応できるのと、あと単純にやっぱ3枚あるとめっちゃ出せるんで、ブラックマジシャン楽しいっていうのがあって、もうね、3積みです。カーテン3積み。で、ジンがまあね、貼れないことが多い。やっぱり。全部でジン、結局4枚しか入ってないみたいなもんなんで、貼れないことが多い。かなりね、昔に比べたら。だから、まあまあ、お茶を濁すための、まあ、因果切断。やっぱり。因果切断で相手のモンスター処理すると。2500しかね、打点ないんで、ご存知の通り。なので、結構厳しいから、まあ、このカードを使って相手の前を調理していくと。で、まあ、もちろんね、イリュージョンはね、強いと思うんだよ、俺。イリュージョンはめっちゃ強いと思うから、これは1枚あった方がいいと思ってて、ブラックマジシャン、墓地から特殊召喚できたりとかするからね。だから、ジンの方が2回使ったりできるんで、これはね、1枚あった方が俺はいいと思ってる。で、カイクも、環境を見たとして1枚あった方がいいと思ってるから、こことここは1枚ずつ刺しておいた方がいいなと、個人的には思っています。で、ロットもないと、ジンにアクセスしづらくなっちゃうんで、まあ、あった方がいいと思います。ってことで、まあ、この辺の3枚。で、ローブですね。新しい、その、ブラックマジシャンを出す方法として、まあ、いくつかあるんですよ。クロマジスのベールとか、それから、なんだ、ブラックマジシャン出す方法って、あと、なんか、イニシエのルールとか、そんなカード使わないか。融合派兵とか、融合派兵とかじゃねえや。それは OCG だ。リンクスにはなんか、永遠の魂がないから、ナビゲートと、ベールと、まあ、ローブとかカーテンくらいしかないと思うんですよね、ブラックマジシャン。あと方法あるかな。ちょっと、多分、あんまないんですよ。だから、リンクスに、存在しているブラックマジシャンを出す、ブラックマジシャンを出す、限られた方法の中で、まあ、強い方かなと思うローブを入れて、これは、手札から、マジックトラップを捨てると、デッキからブラックマジシャンを特殊召喚するという効果を持ってるんで、これを、まあ、召喚して、特殊召喚につなげたりとか、ナビゲートから出して局所をケアしたりとか、まあ、そういう使い方ができるんですよ。だから、まあ、そんなに強くはないけど、弱くもないみたいな感じで、まあ、一応入れてます。まあ、正直、ジンがね、張れないと弱いから、まあ、ここ、ジンに、変わるカードの方がいいんだけど、やっぱ、ジンはジンだから。ジンはジンなんですよね。なので、まあ、しょうがないかなと思ってます。はい。というわけで、レジェンド対、月初レジェンド対、まあ、大体勝率8割くらいはあったので、ブラックマジシャンね、全然死んでないです。はい。まだまだ戦います。早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、絶対運命力出た。KC カップで1位だったらしいですね。絶対運命力さんは、分からしていきましょう。ブラマジがまだまだ参るということをね、証明していきたい。そんな風に考えております。デュエル、スタンバイ。ちょっとキャラクターがですね、遊戯じゃないっていうことに関してはですね、編集でなんとかしておきます。編集でなんとかしておこう。あ、ネクロバレー？なるほど。ネクロバレーか。ネクロバレーちょっとめんどくせえな。カーテン強。クローの魔導陣発動。はい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 。特に何もない。リンパとかでもないし、まあ、因果切断とかそっち系ですかね。ちょっとわかんないですけど。で、じゃあこうだな。で、まず一発因果切断じゃない、間違えた。一発カーテンで沸かしていこう。高校でもね、
カーテンさん積みしてっから。高校でいきなりこういうことできるから。ほらよ、消え捨てろ。闇属性機械族。お、ボムスパイダー OK。で、カードを1枚セット。バトルフェイズ入っていいか。はい。はい。高校でこれできるの強すぎ。ブラックマジシャンは先行が強いと言ったな。あれは嘘だ。セット。よし。カーテン2連発や。いけ。クロマジスのカーテン発動。カーテンこそ最強。おりゃ。くたばれ。お前のモンスターは全部除外してやる。お強すぎるだろ。なんだこのデッキ。くさ。くさ。アバイをするまでもねえわ。さあお相手またヘルカイザー苦手マッチングきたー。負けそう。コズミックサイクロンとね、キムラテックランページドラゴンとかいうマッチ激ヤバモンスターがめちゃくちゃ苦手なんですよね。なんでちょっとこれはさすがに結構フリータイムなんですけども、まあちょっと頑張っていきましょう。さあオーバーフロー、いやオーバーフローもきつい。結構ねきついカードしかないのよサイバーリューって。コズミックサイクロンがまずきついでしょ。あ、オーバーフローセット、なるほど、ちょっと弱いな。オーバーフローだけセットはちょっと弱いが、ですね、魔導陣はこれ通されますかね。まあでもこれは通してくるからさすがに。あ、通してこない、なるほど。もうそこも通してこない。はい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 、なるほどね。サイバードラゴンを破壊して、なんか謎にこっちだけ残す。それバージョン外でよかったんじゃねえか。なんかバージョン外でいい気がするけどな。セットして、でバトルフェイズ入ってあいつだけ殴るか。はい。オーバーフローは1枚使わした。で、あと1枚しか最大入っていない。もしかしたら入ってないかもしれない。イリュージョンマジックからの因果切断があるんで、まあそこそこ悪くはないけど、まあイデオサイバードラゴン来た。サイバードラゴンも強い。どんだけサイバー引いてる。確かに魔法トラップ引けないから、なんかめっちゃなんか引いてんだろうなモンスター。いやーマジか。コア2連発はずるいだろう。コア2連発はずるいよ。イリュージョンマジック打っとくか。もうどっちにしてもね、なんかそのサイバーロードフュージョンみたいなの打たれるとちょっと嫌なんで、まあ、これでこうしといて、で因果切断はチェーンできるようにしておきましょう。あのランページにで、ぶん殴られぶん殴られからのランページ。あー、まあでもさすがにサイバーロードか。サイバーロード引いてきて、でサイバーロード打つかな。打たねえか。でもサイバーロードどうだろう。まあでも今のところ俺だったらサイバーロード、あのじゃあサイバーティックオーバーフローをサーチするね。俺だったらこれ光ってるし。さあ400ダメージ、はい、オッケー、いいでしょう。でセットい、あーじゃなくてオーバーフロー、発動。オーバーフローじゃない、サイバーロードフュージョン発動。でランページ着地で、ランページ飛ばす、ひたすら吹き飛ばしていく。さあどうするヘルカイザー量。3枚戻して、なんでサイバーエンダーなんだよ。なんでサイバーエンダーなんだけど、ランページ出せ、せめてランページであれ。それコストも稼げねえし、せめてランページであれ。なぜランページじゃない。はい、さらば。なんでランページじゃねえんだ、わけわかんないけど、まあいいや。召喚してで、3終了時は別にいいか。これは何もしなくていいな。で、ドロー、あ、オッケー。で魔導陣発動。さあ魔導陣の効果によって、あ、最強、最強だけど、最強だけど、まあでも一応出しといた方がいいのかな。これ因果切断セットしてエンドなんだ。これセット700だけ殴っといていいか。別に700殴っていいか。因果切断と、フリーチェーンブラックマシャンがいるから、多分2枚だったら多分なんとかなるかなって思う。多分だけど。さあコア召喚やめろ、コア召喚やめろ、コア召喚やめろ。とりあえず今何が起きてるかっていうと、マジシャンズローブパジャマの効果で、パジャマでお邪魔ですね、パジャマでお邪魔です、パジャマでお邪魔できるんですよ。魔法カード、まあ、要はカーテン捨てるとデッキからブラックマジシャン出せますよという効果、それから因果切断でブラックマジシャン捨てると相手除外するよって効果あるんで、二妨害構えられてます。これ結構強いっす。でもね、出しにくくなったんでブラックマジシャンが、まあ、相手側にブラックマジシャンをね、出す方法としてはやっぱりローブが一応まあ一番いいんじゃないかなと思うんだけど。さあ入れよ、サイバードラゴン特殊召喚していく。さあサイバードラゴン特殊召喚されて、
あとはもう、いや強すぎ、強すぎるだろ、ふざけんなよ。あ、でもランページは別にいいのか、あの陰が生産すれば、隕接して隕接して、あ、え、サーチ入れられない、なるほど、あー、なるほど、まあじゃあローブの効果使ってブラックマンシャン出して、これでいいかな。でブラックマンシャン特殊召喚していく。で守備表示で OK。 でブラックマンシャン特殊召喚に成功した場合のジンの効果で除外していく。まあこっちですね。でこれでサイバーロードフュージョンでなんか出してきたところで因果切断をしていけばまあいいんじゃないでしょうか。ターン終了。え、弱っ、なんだろうこのサイバー流、なんかあの今まで戦ったサイバーなんて一番弱いんだけどなんか今までいっぱいサイバーとは戦ってきたけど、なんか一番弱いわ。はい、え、これで俺もしかして勝てる、もしやの、え、嘘だろ、おい忖度すんなよ、もうちょっとコズミックサイクロン飛ばせ。さあ、お相手の方、イザヨイアキ選手よろしくお願いします。デュエル3倍、髪型が、ジャイアントキラー、髪型ジャイアントキラー、デュエル3倍。イリュージョンマジックナビゲートかな、これ。イリュージョンマジックナビゲート、イリュージョンマジックナビゲート、イリュージョンマジックナビゲートで、エンド。これあんまりやっぱりあれですよね、あのアバエはそこまでしなくてもなんか勝てますよね。まああのロットを使い回したりとかできるんでね、まあ一応まあ強いっちゃ強いし、あとあのカーテンでねブラックマンシャン出してきて、でブラックマンシャンを手札に戻してナビゲートするっていう、あの相手段妨害構えられるんで、まあ結構強いんですけど、まあ、そこまでアバエをする機会もないからな、別に。うん、なんか2000減らせるんでカーテンで、だからまあディスティントとかでも全然いいと思います。はい、でエンジョイトランペッター召喚見でしょう、ダークバージャー、はい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 、なるほど。いや、ジンがないからな結局。まあやっぱロットは偉大だったってことですね、杖は偉大でした、かなり。ロットへの、ロットじゃない、あのジンへのアクセスがまあ辛いんですよ。でデーモンの将来めちゃくちゃ辛いです、このデッキ。デーモンの将来めちゃくちゃ辛い、どうやって勝つんだデーモンの将来。自爆特攻しかないか、自爆特攻か、あのイージーチューニングだけマジでやめて、イージーチューニングマジでやめて。これ一応呼吸トスと、あのホブラガメはインカセさんだけど、呼吸トス、うーわうーわ、あでもあそれはあれか、そこを除外さして、多分そこを除外して一応突破する手段はあるけどね、えそれはいい、ここまではいい、ここまでは読んでいました。痛いです、3000ダメージは痛いですこれどうすればいいの、これどうすれば勝てる、ガーディアンの力を無効にしてもいいな、いやージン欲しい、人生やばいやばい、来た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 、出た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 、無理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 、あー無理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 、マジで無理。どんだけデーモンの将来成長させんだよ、なんだよこいつ、なんやこいつ、やばい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 って、それはやばすぎ、超ほんとやっていいことと悪いことがある。